はい、今回はですね、もう今をときめきまくる春春の春を紹介しましょう。じゃじゃん、これ結構プレミアつくんじゃない？アレックス・メレト。メレトでいいんだろ？メレットかな？メレトか。190センチ。若いな、25ぐらいかな。ね。イタリア代表ですからね。まあ、正ゴールキーパーなかなかね、ドンナルンバがいるんでね。なかなかあれですけど。まあ、セカンドと言ったらこの人じゃないですか？いいよ。まあ、ユーロとかにも多分、選ばれたんじゃないかな、メンバーで。もちろんね、試合には出てないんですけど。現在、ナポリのね、守護神ですよ。いや、まずかっこいいよね。男前やね。かっこいいね、これね。このカードいいよね。かっこいいね。多分他のね、シリーズにもあるんですよ。シリーズというか、フッティスタにね。WCCF には確かね、ないんですよね。WCCF ないと思います。はい。フッティスタには、ま、で、初登場って感じなんですけど。いや、かっこいいよね。190センチで。まあ、ドンナルンマさんいなければね、今頃イタリア代表の守護神やってたんですけど、さすがにドンナルンマはちょっとやばいよね。190後半あるでしょ。で、ガタイもでかいしね。いや、あれはすごいよ。まさにブッフォンの後継者ね、彼はね。まあ、ナポリもね、今シーズン本当にいよいよ、マラドーナの時以来、多分30何年ぶりなんでしょ？スクデットの可能性。あるというか、多分行くでしょうね。行かへん理由がないというか。まあ、もちろんこれからね、後半戦、ガタって落ちる可能性も全然あると思うんですけど、もちろん監督のスパレッティもね、まだスクデットは取ったことがないんですよ。とはいえですよ。もう経験豊富なんでね、スパレッティ。これだけ経験してきてるんで、いやー、まあ、取るんじゃないかな。対抗馬がね、ないでしょ、ぶっちゃけ。ローマもちょっと沈んだし、アタランタが対抗馬かなと思うんですけど、結構取りこぼしやっぱ多いしね。そう考えるとやっぱり、ナポリ一強じゃないかな。で、チャンピオンズリーグとの併用もあるけど、選手層も厚いからね。ついに来たかな、ナポリ。ねえ、マラドーナが取って以来ですけど。まあ、今シーズンのナポリね。楽しみですね。まあ、イタリア代表がね、ワールドカップ逃したんで、まあ、ワールドカップで見れないのは、イタリア、見れないのはね、残念ですけどね。はい。